GMMTV 旧称グラミーテレビはタイのテレビ番組制作及びタレントエージェントを行うエンターテインメントコングロマリットでテレビ番組テレビドラマ歌ミュージックビデオを制作する GMM グラミーの子会社1995年8月3日に設立され現在の代表取締役はサターポンパニーラクサポンである GMM グラミー 変更前取引構造 GMM グラミー現行取引構造 GMMTV は1九9五年八月三日に登録資本金二千万バーツで親会社である GMM グラミーにより設立された。当時の常務取締役はドアンジャイラーラートウィットとセイスップモントリクルナーラヤでゲーム番組や音楽番組を制作しチャンネル三、チャンネル五、チャンネル七。 イフで放送した。2007年、セイスップ・モントリクル・ナーダヤが GMM メディアパブリック株式会社のマネジメントのため退社し、当時副社長であったサターポン・パニラク・サーポンが新社長に就任、会社名を現在の GMMTV に変更した。2009年2月2日、同社はバンチャンネルという衛星放送やケーブルテレビ局の創業を開始し、 チャンネル5で放映されていたテレビ番組の一部を独自のチャンネルに移動させた。さらに、ゲーム以外の様々なジャンルの新しいテレビ番組、ドラマ、音楽番組等の制作を開始した。2015年12月5日、GMMTV の取締役会は、大国内における地上デジタル放送開始に伴い、衛星放送とケーブルテレビのチャンネルを閉鎖し、 代わりにデジタルチャンネルであるワ三3 1と GMM25 のテレビ制作に専念することを決議した。その結果、バンチャンネルは2015年12月31日に放送を停止した。2017年8月24日、ビアチャーンで知られるタイビバレッジや緑茶で知られるオイシなどを抱える TCC グループによる GMM25 の買収に伴い GMM グラミーの取締役会は GMM25 の持ち株会社であり、事業グループである GMM チャンネルホールディングを新たな株主として GMMTV の持ち株比率を100%分配することを決議した。2018年9月26日、GMMTV の社長であるサターポームは、セイスップモントリクルナ・アダヤの公認として、 9月16日から GMM25 の震災後経営責任に就任したことを正式に発表した。2020年11月27日に開催された GMM グラミーの取締役会において TCC グループのサイリダムロングダムと共同で GMMCH の全株式を1に処分、譲渡することを決議した。これにより同社はタコンキートバイラバン氏を 間接取締役とするザワンエンタープライズグループの子会社となった。現在、GMMTV はワ三3 1と GMM25 の両チャンネルのマーケティングを統括する権利を持つザワンエンタープライズの監修、管理のもとエンターテインメント番組、ドラマ、テレビシリーズの制作を行っている。また、2020年11月27日に、 テレビ朝日との業務提携を表明した。これを受けて、2021年4月16日から5月23日に GMMTV エキシビジョン・イン・ジャパンを東京六本木系秋キミュージアムにて開催する。司会者、俳優、歌手を含む GMMTV 所属タレント。GMMTV は GMMTV レコードという名前でレコードレーベルを運営しており、GMM グラミーを プロダクションスーパーアバイザー兼エグゼクティブプロデューサーとして制作を担当している。楽曲のボーカリストは GMMTV 参加のアーティストまたは GMM グラミーの子会社のいずれかである。GMMTV のテレビシリーズのプロットや脚本のほとんどはフィクションや小説に基づいているか脚色して制作されている。テレビ番組の 各エピソード放送終了後、タイでは LINETV で、その他の地域では YouTube で、数日以内に英語字幕、キャプション付きで視聴可能となる。タイで開催されるイベントは、記者会見、コンサート、ファンミーティングイベントなど、GMMTV、またはスポンサーが直接主催するものである。海外で開催されるイベントは、GMMTV が直接主催するのではなく、 海外の企業や主催者と協力して開催されるものであり、すべてファンミーティングイベントとなる。タイで開催されるイベントは、GMMTV が直接主催し、パートナーサービスを通じて、世界中の視聴者に提供される。ありがとうございます。